をしようとしているのか、そこが大事なんです。子供たちに日本の未来のことを考えてほしいんです。我が子として、そして諦めてほしくないんです。日本はいじめやつを見直しさせてくれと、地位協定見直しさせてくれと、これ以上日本からカツアゲしないでくださいって政治家呼んでくるんです。天皇万歳で天皇あがめろって言ってんじゃないんですよ。どういう国家を作りたいのか、日本はどういう国家だったのか、日本人はどういうものを大事にしてきたのか、我々は何を大切にして生きていくのか、憲法を考えるっていうことは日本の未来を考えるっていうことなんですよ。我々は自分たちの自由や権利のために戦ってるんです。お金とか主権のために戦ってるんじゃないんです。だから世界にはありません。世界が欲しい人は他の人口に行ってください。こういうのをやろうっていろんな人の人生巻き込んでやってるから、嫌でも攻撃をされても誹謗中傷があってもこっちはやめるわけにはいかないんですよ。あなたは参政党という政党を知っていますか？2022年参院選全国比例で176万票を獲得し、国会議員1名を誕生させ国政政党となった参政党。その奇跡的な出来事を代表の神谷総平はこう振り返ります。でも最初はもう全然誰も関心持ってもらえなくて、立ち止まって聞いてくれる人は 2,30 人ぐらいで、まあ、私も政治経験あるので、あ、これじゃもうとてもじゃないけど勝てないなというふうに承知にしてたんですが、流れがですね、3月4月ぐらいから急に変わってきまして、街頭演説するとですね、100人200人と集まり始めたんですね。皆さんこんにちは。で、急に人が集まり始めたので、私もちょっと不思議に思って、皆さんどうやって来たんですか、なんで今日来たんですかというふうに聞いたら、 YouTubeTikTok で演説見てきましたと。ただ参政党は本当に何もバックにないので、しがらみが本当にないんですよね。だから何でも言えますから、本来はこう思ってる人いますよねと。でもなかなかいろんな、ね、社会のしがらみがあって言えないことが、でもそれだと国民がやはり気づけないから、ただそういったところにこうきちっとメスを入れてですね、国民が考えて気づけるような、そういう政治をやりたいんだと言ったことが評価を受けたのかなと自分では思っています。今ここまで来ていることがもう奇跡なんですよ。最終的にはもう本当に7月9日が最終日だったんですけど、最後芝公園っていうところで街頭演説やったら1万人ぐらいの方々に来ていただいて、最後の舞い納めができました。で、結果蓋を開けてみたら176万票の票が入って、なんとか1議席、はい、確保できた。ねえ、このまま取られますよ。日本がケチョンケチョンにやられるんですよ。それが嫌なんだ。僕はね、諦めそうになった時何度もある。その時にね、心の中の自分の心の中の小さな声をいつも増幅させてきたの。日本舐めるなって。皆さんの心の中にもあるでしょう、日本人としての誇りが。お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんに対する感謝があるでしょう。子供や孫に対する愛情があるでしょう。その気持ちを大きくして勇気に変えるんです。日本をなめるな、その叫びは今回の衆院選のテーマとなりました。歴史的な背景が今の日本の状況の中で、どん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 とこう日本が弱くなっているということですね。弱くなって外圧に逆らえなくなっている、自分がバカにされているかのように感じるわけですね。一人一人がそういう気持ちを共有できれば、こう一緒に日本人が一丸となってね、行動できるんじゃないかと、そういった思いで、日本を舐めるな、日本人を舐めるなというような言葉を出しました。そして今回参政党は、日本を世界と対等に対話できる国にするため3つの決意を打ち出します。今ものすごい勢いで外国資本が日本に入ってきていて、大量の移民が送り込まれる法改正になりました。日本国家に対する、もともといた日本人の影響力がどんどん詰まっていくので、そういったものを止めていかなくてはいけないというふうに訴えています。日本の一次産業をしっかりと守ってですね、食料自給率をやっぱり100に近づけていくと、そして食の質をきちっと担保していくことによって病気が減るというふうに我々は考えています。自分たちの免疫を高めてですね、自分たちの健康を守っていけるような、そういう体制を作っていくためにもですね、食の質をしっかりと改善していくと。日本の若者がですね、日本の未来に希望を持てていないという状況があります。それを改善するために、まず、日本の歴史や
それから国際情勢ですね、日本がなぜ今このような状況になったのかという背景と現状の分析、そしてこれからどうすればいいのかっていうビジョン戦略をですね、若い子たちが持てるようなそういう教育をしっかりとやっていきたいと思います。こうやって子どもたちに背中を見せていきたいんですよ。僕は日本人は諦めてないんです。日本人の方々性善説で本当に心の優しい方すごく多い、弱肉強食の世界なんだけれども、でもやっぱり弱いものに対する慈愛の精神とかすごく日本人強くてですね、私そういう日本人が大好きなんですね。でもその日本人の良さが逆に今悪い方に触れてしまっているので、その日本人の考える力、人のために汗をかく力で弱いものを守ろうという力、そういった思いや力がですね、日本の政治にちゃんと反映されるような、そういった状態を一日も早く作りたいというのが参政党を決闘した私の思いです。日本をなめるな、私たちは未来を諦めない。衆院選2枚目比例の投票用紙には賛成党とお書きください。